で、まずあの11月試合が終わってから、はい、まあ、約ちょっとしばらく空きましたけど、はい、この期間はどんなふうに過ごされてたんですか？そうですね、まあ、普通に試合後いつも通り練習してたら、ちょっとあの体の疲れが溜まりすぎちゃって、ちょっと怪我をしちゃって2週間練習できない時が続いたんですけど、逆にプロになって1週間も空けたことなかったのに、記念2週間空いて、体はなまっちゃったんですけど、すごいいいリフレッシュにはなりましたね。でそこからまた、今年の初めから練習を再開してって感じですね。じゃあもう試合するとすれば多分4月ぐらいになるだろうなみたいなやつある程度。そうですね、はい、はい、僕の中で頭にはありました。まあ、改めてあのトーナメント、準決勝で、はい、あ決勝であの敗れてしまってという結果でしたけど、はい、まあ、あのトーナメント経てなんかどんなことを思いながら練習してきたんですか？もう、まあ、簡単に言っちゃえばもう毎日一日もゲオのことは忘れたことはなかったですし、逆にただゲオのことを頭に思い描いてたんじゃなくて、ゲオとやるにはどうすればいいのかっていうのを常に毎日考えてましたね。はい、まあ、あの会見でも少し聞かれてましたけど、はい、1月の試合で、まあ、木村選手に、まあ、ワンマッチですけど、はい、チャンピオンのギオ選手が負けて、はい、なんかそれの結果についてはどんなふうに言っておられてますか？そうですね、まあ、正直、まあ、僕の予想としてはゲオが勝つと思ってたんですけど、まあ、結果木村選手が勝って、まあ、そういう予想も覆えるような場所が K-1 という舞台なんだなっていう再確認をできましたね。でもそれでもやっぱりこうチャンピオンがゲオですし、ゲオを倒すとかゲオに勝ちたいって気持ちは変わらないですか？そうですね、まあ、個人的には負けてるっていうのもあるし、まあ、なんといってもその K-1 のベルトが僕は欲しいので、もう取るって、65キロのトーナメントが発表された時からもう取るっていうのは決めてるので、はい、変わらないですね。まあ、そこであの今回対戦相手が久保選手になって、はい、まあ、いろんなことをどうやって戦うかってイメージされたと思うんですけど、はい、まあ、最初決めた時にはどんなふうに思いました？まあ、どうしようかなって感じでしたね、僕の中では。あ、はい、なんかいつか戦うだろうなとか、はい、そういったことを考えてました？まあ、そういうのは頭の中には、まあ、同じ階級ですし同じトーナメントにも出てたのでありましたけど、そうですね、頭の中にはありましたね。もう改めてそのファイターとして、なんか、はい、印象だったり、なんか今までこうなかなか絡む機会がない選手だったと思うんですけど、はい、どういう目で見てました？まあ、もう純粋に強いっていう、もうトップの選手だっていう、トップクラスじゃなくてトップの選手ですね。もう世界のベルトも持ってるので、はい、もう4本くらいベルトを持ってて、本当に強い選手だなっていうふうに思いますね。もう先ほども言われてましたけど、はい、自分がそのオープニングファイター出た試合で、はい、トーナメントで、いやメインイベント出てた選手じゃないですか、はい、なんかそういった相手と K-1 の舞台で戦うっていうのはなんか特別な気持ちとかですか？そうですね、もう予想もしてなかったですし、まず第一僕は、まあ、前回も言ったんですけど、その本当に格闘技を趣味で始めた、選手なので、まあ、そういう選手が趣味で始めたのにこうやってその世界クラスの、世界トップクラスの選手とその世界一を争って戦うなんていうのは正直は想像してなかったですね、はい。まあ、でも今回トーナメントの順位で言っても2位の曽田選手とか3位の久保選手ですし、はい、ここまでのキャリア考えて、まあ、日本一決定戦というか、はい、だってまあ K-1 のナンバー2決定戦みたいな試合だと思うんですけど、はい、そういったこう意識ってありますか？そうですね、まあ、うん、このカードを発表を聞いて、まあ、周りの方々がどう捉えるかは分からないですけど、僕は本当に今回、まあ、2位決定戦というよりはとにかくゲオの挑戦権利賞をかけた戦いだと思っているので、はい、もうじゃあズバリこの久保選手勝って、はい、挑戦をアピールしたいと。はい、そうですね、しっかり勝って、で内容も皆さんが認めてもらえるような内容でしっかり勝って挑戦したいですね。あともあのコメントでも言われてましたけど、やっぱ65キロという階級を、はい、K-1 の中でも一番よ盛り上げたいというか、一番目立つ階級にしたいという気持ちはありますか？そうですね、今までだったら一つの K-1 には一つの階級しかなくて、その大会では一つの大会しか、階級しかなくてっていうのはあったんですけども、今回の新しい K-1 はもう
たくさんの階級があるので、その中でもしっかりと K1 イコール65っていうのを植え付けさせて、でその中でもその65キロイコールそうだっていうのをしっかり認めてもらえるようにしたいですね、僕は。